そしてジョシュ・ホーキンソンです。そしてまさにオールラウンダー田中大輝、日本人ビッグマン鎌田裕也、さあ経験豊富長谷川拓実です。さあティップオフ、まずは渋谷のポジションから勝負どころでは、ね、しっかり走ってくるっていうところね、やっぱりあのインテリジェンスの高い選手が多い、バスケ IQ 高い選手が多いなっていう印象ですね。うまい、さあロス取られた、抱き込みました。そうですね、今のはピックアンドロールの、ダイブにつなげることができました。合わせていきました、ロスコレ8得点目。さあ奪うかジョンソン、ジョンソン奪ってここも再びジョンソン叩き込みました。やはりこのホーキンソンのブロックが立ち上がります。はい、トップしてます。はい、さあホーキンソンから外、中侵入してきて、これは余裕と決めていきました。ね、今のはだいぶオフェンスちょっとずらされちゃいましたよね。腐乳からトップしてますね。はい、使ってホーキンソン、クレモンズ、さあここで出てきました、ロスコレ。ショーディフェンス。さあ中入って行ってジャンパーどうか。いいですね。トロイマフィージュニア、はい、ストップして、田中、篠山がつきます。ホーキンソンのスクリーンに、あー2枚切る、うん、さあ田中下がりながら決めてきました。マシューライト、さあ飛ばして長谷川、早いテンポ小針のスリー、これも来ました。レモンズから田中大輝、ホーキンソンが行って、さあゴール前空いていました、そのまま自分で持っていきました田中大輝。今田中選手は誰が行く、さあ出てきましたがホーキンソン、クレモンズ、クレモンズがアタックをしていって小針の上から、これ判断力高いですよね。今度はすぐまたスクリーン飽きてっていうのが繰り返しできてるんですけど、ちょっと川崎はそこがうまく、まあ、ハンドラーの人数の問題もあるんで。なるほど、トラビスが上から決めてきました。トラビスゴール下でホーキンソンが呼んでいます。さあ前を向いてトラビス、ああただゴール下、わー強い、あー田中大輝、トラビスが呼びます。トラビス、さあ鎌田とのマッチアップ、あー鎌田の上からトラビス、バスケットカップした、あーエンドワン、さあそのホーキンソン、これは落ちてジョンソンです。さあジョンソンから速いボール、さあ差したキリア・ジョーンズ叩き込みました。長谷川、さあどうかマスコのスリー、これが来ました。落ちたところで今ブザーが鳴りました。54対69、